いきなりこんな人前に出る私文子さんの沖縄体験のあれを聞きながら、その後にちょっと裁判のあのあれも話そうかなと思っていましたのに、今日こういうふうにいきなり言われて本当に恐縮ではありますけれど、つたない話ではありますが聞いてください。あの沖縄に帰ってきて、沖縄戦のそのありさまを本とかいろんなもの、それから映画とかから見てもですね、裁判の私が受けたそのあれとは、沖縄の方はまだ楽の方なんですよ。裁判では一網打尽にあの南の方から上がって戦車を先頭に、その後ろから兵隊が銃を持って、んで照明弾、夜は照明弾照らす、海からは艦砲射撃、飛行機からは機銃、それで私も3回被弾、3回海で死ぬってて、そういうふうな中から私はあの生き延びて帰ってきました。その間に幼い3名の子供を他の人にやられ、父から兄6名を亡くしてます、裁判で。でその裁判での最初のあれは昭和19年の2月に1回、4月に1回、6月からもうずっとなんですよね。でその2月4月っていうのは弾を落としたのは飛行場にだけなんです。だから飛行場だから、例えばここら辺やんばるからあの那覇に弾が落ちたっていうのは分かりませんよね。私たちもその木飛行場に弾が落ちたって言うけど、遊軍のあれで追っ払ったはずっていうふうな、そういう気持ちで2月4月まで過ごして、で3月に私はあの女学校に行くよりはあの満州に従軍看護婦として行くっていうのが私の希望だったもんですから、昭和19年の3月に卒業しまして、4月から町の方に行ってあの歯医者さんの方に就職していて、6月の11日に3回目の空襲が来たわけです。その時には私町にいますから、しっかりこの空襲の恐ろしさっていうのも分かってはいるんですが、なんせ自分の父実家に帰るっていうのには、今は自動車がありますけど、あの頃は自転車なんですよ大体の人が。で自転車でも3時間4時間かかって自分の実家に帰る状態で、その6月の11日から空襲があって、もうそれであの自分の勤め先にも行けない状態だったんです。飛行機から、最初の頃飛行機からなんですよ。そしたら13日目には海から真っ暗くして、この今でアメリカの軍艦なんですよね、ああ遊軍が来たと、やがてお家の中にいておけば遊軍が助けてくれるっていうふうな気持ちでお家の中にいたのが、3時頃に唐島部隊出て、落下傘部隊の兵隊が皆さん周囲にみんな一般のお家にあのいたわけです。軍に徴用されてほとんどの人たちが町、私がいるところの周囲の人たちはみんな各田舎の方に分散されて、兵隊がいっぱいいましたよ。その唐島部隊 のしっかり名前も覚えてます。塚本兵総長っていう人に起こされて、出てもらんと、もう空襲で散々やられているから、あなたもそこにいないで帰りなさいなんですよ。で帰るにしてもどういうふうにして、飛行機でもあちこちにこう機銃撒いてるし、あのその13日までは夕方からなんです、艦砲射撃が始まったのは。もうこの間聞きましたら、今の58号線沿いみたいな町のところはそれだけの三元道路って言ってましたけどね、そこから今度田舎の方の道に行くに従って道は小さくなって、もういっぱいなんです、この避難する人たちが。どこからこんなにたくさんの人たちが出てきたんだろうと思うくらい、もう前も見えない。それでもう海の方からは艦砲、上から飛行照明弾も明るくなって、で
ヒューって飛んでいく音の時は何でもないと。音が聞こえないでバシャンとした時には弾が散って。で、その中で首のなくて歩いている人も見ましたよ、私なんか。歩きますよ、人間首なくても。飛んでしまってこう。そういう中を、その時まではその恐ろしさっていうよりは、たくさんの人がいますでしょ。みんなに守られてるっていうような気持ちで。ほんで、ようやく自分の実家の方に、夕方のですね、6時頃から出て、2時、3時頃に、私自分のお家に着いたわけです。ところが、お家行っても誰もいない。で、防空壕を探していたら、防空壕も誰もいない。で、その私の防空壕、大きなパンの木のそばに作られていて、そばでとっても赤々と火が燃えているんですよ。これはひょっとしたらパンを焼いてるかなぐらいの思って。ほんでも上はもう、あっちにもこっちにも弾を飛んでますよ。ところが自分に何もないから恐ろしさっていうのはわからないわけです。ほんで、パンを焼いてるんだろうねと思って、木で何したら、骨なんですね。今考えると、そこら辺で亡くなった兵太郎、焼いていたと思う。それでまた戻って、その部落内をこう、知り合いを、今言う、和家長太さんのお家の近くで、知り合いの方を見て、うちの弟たちはどこ行ったかねって言ったら、あんたが来るの待って海岸のガマにいるから、そのガマに行きなさいって、もうそこも知ってるガマなので、私はそこに行ったら、ようやく帰ってきたと。このあれだったら、くぬうちへ、戦争、戦をくぬうちは収まらないから、帰ってからに山に逃げようっていうことで、で、兄さん夫婦はチャラン勝てて工場勤めですから、私兄さんちはって言ったら、あの兄さんは兄さんでちゃんと帰ってくるから一応家帰ろうって。で、その晩でちょっとした洋服類とか食べ物ですよ、これを持てるだけ持って、後ろに達法町山ってサイパンで一番高い山がありますけれどね、そこにその晩は逃げました。逃げ避難ですよね。で、その山のそばにはマンガン山って言って、そのマンガンを掘った穴もありますけど、そういったところには入れなくて、木の下で、で、あくる日、大きなうちは、豚が5、6頭、ヤギが8頭ぐらい、牛が1頭いたんですよ。これ財産ですから。牛を引っ張ってこないといけないって言って、また父親は帰って、ちょうどその牛を引っ張ってくる途中で、兄貴なんかと合流して、兄貴家族3名と、私たち弟と4名、で、7名で、その時はその、うちからちょっと近いところのふもとにいたんですけれど、もうこう見たら飛行機が飛んで、遊具の飛行機っていうのはない、みんなアメリカの飛行機なんですよ。ところが私たちは遊具の飛行機が飛んでるぐらいに思って、で、手を振ったらもうまたそこに機銃、飛行機から。そんなこんなで、そうしながらもさらにこの漢方、もうこの漢方なら、あそこからも来る、ここからも来る、上からはこれで、その上陸したっていう話はやっぱし、指揮系を失った兵隊がたくさんいましたよ、バラバラで。ところが住民と一緒に行かないと、地形がわからないから、住民と一緒ではないけど離れて座っていて、子供たちも泣かすな、声も立てるなと。サイパンっていうの深い山じゃないから、木を動かせば上からこれが揺れるから、関西機って言って、またプロペラのない飛行機が上からこう飛んで、それの合図で艦砲射撃で、またところによって飛行機からの機銃、あっちでもこっちでももう弾の音、それはね、そんなに怖さはないんですけど、この落ちた艦砲射撃の破片、これが雨みたいに落ちるんです。木の下にいますからパラパラパラっと落ちますよね。それが最初に当たったのが私の足やられて、ほんで、その道のそばにいるものですから戦車の音が聞こえるわけ。近くまでサイパンで戦車が応対に並んで、その後ろから兵隊が銃を持って、これで進んできているもんですから、逃げないと戦車にも引き殺される。上からも弾を飛んでるんですよ。ほんで、ここからまた逃げないといけないって、他の人たちこう逃げてるの
あのうちの父も逃げようって言った時に、私この足痛くて行けないからお父さんたち先になって行ってと、一本道だから私後からついていく、後から行くからって言ったら、死ぬのも生きるのも家族は一緒だから、行けないんだったらここにいるっていうわけですね。私一人のためにこれだけの家族を犠牲にするということはできない。だったら兄さんって長生きを一本持ってきて状態で、それを杖にしながらゆっくりゆっくり、もうヒヤヒヤではありますよ。でも玉も落ちるからしゃがんだり、またちょっと走ったり、これは今考えるとよくそういうことができたなと思うくらい、もう道のそばに亡くなって赤ちゃんだけが泣いてる人もいるし、もう往々をして歩いてる子供もいるわけですけどね、自分みんなその場になったら自分が大事なんですよ。人のことなんか考えられません。もう逃げるのに一生懸命 で子供たちも放り出して逃げてる、お母さんが戻ってくる人もいますし、もうそういう中から今度は2回目にやられたのが飛行機からの機銃なんです。ここやられまして、ほんでその機銃でやったのが合図で、うちの兄貴がそこで今度は艦砲射撃じゃなくして上陸してきた迫撃で直撃、ここやられましてね、その時に即死状態になって、家族その時みんな私たちは避難してはいるんですよ。ほんでその山の中ですから、そこからそのもうこんなじゃいけないから逃げるとした時に、うちの母はその私次男兄貴を残してはいかないっていうのを、人一人の命とこれだけの命はどれが大事なのと、とにかく逃げようっていうことで、それでもう兄さん亡くなって3歳の子供を私が送って、ほんで13になる弟に水ですよ、水一緒に日本を首からかけて、前に行く人を追いなさいよと、もう夜になってますから鼻つままれてもわからんくらい、皆さんはその今電気の世の中だから真っ暗の闇の中っていうのを想像つきませんよ。前の人を見て後ろ絶対振り向くなよと、前を追いなさいよって言って、うちは弟一番先、その次に母、足が弱い、でその次に今度はあの苗母の兄嫁、その後ろが私、父が後ろなんですよ。そしたらもうゴツゴツしたその山の岩肌の中を通ってるもんだから、なんか母がつまずいたんでしょうね。後ろにいる嫁に石があるよって言って後ろを振り向いて見た時にはもう弟はいないわけです。どこに行ったか、前の人を追っかけて行ってるから。さあその時にもう父が怒り出して、あれほど前を見れて言ったのに、だ子供一人を亡くしたさって言って怒ってるけど、お父さんってとにかく、ま、もう歩けるだけ 歩けば探せるからって言って、でそれきり弟とももう弟探せない。でみんなをこうまっすぐ行くのを、うちは左の方に降りて海沿いの方のあたりの木の下に行って夜が明けて、そして夜が明けたらもう動かれませんからね、あそこでは。その時にこのうちの あの兄が亡くなった時に、父はこの右の手なんだ、ここをやられて、で要するに後で切ったために出血多量で亡くなりましたけれど、血管は残っていたわけですよ。縛ってこういうふうにして私が包帯でこう縛って避難はしているけれど、ほんでその時に母にその明るいうちに目あの物が見える間にその逃げる道をあんたは探しておいてと、そうやって母は遠のけているわけで、そして兄嫁を呼んで兄嫁にいろんなことを言って、あとできたらこの子供も置いていきなさいよっていうのがうちの父の、ほんでそので私がずっとそれから子供をおぶっているもんですから、あの姉さんに子供を渡してあんたおいでって言われて行ったら、そのこの戦争は長引くが必ず友軍が来ると、負けはしない、勝ち戦するからいかなることがあっても死ぬなと、ね、死なないで弟と母を連れて帰りなさいよって、帰っておけなで結婚もしなさいっていうふうに言われましてね、その時にその3歳の孫、
これは自分のそばに置いていけと。この子を連れていたらあんたち二人の命が危ないから、優君が来るまでは絶対に死なないで沖縄に帰れって言いながら、うちの父は亡くなりましたけどね。それで石の方にこう腰掛けている父を横にして、で兄嫁のそばに行ったら、すでにもう子供も息絶えてるわけです。なんでお姉さんって言ったら、ちょうどそばに兵隊4、5名あっちにもこっちにもこういるんですよ、兵隊が。で泣かしたら、銃剣でついたのも私たち見ていますからね。その恐怖でうちの姉さんも何したんだろうと思いますけれど、行ってだだ姉さん連れようって言ったら、もう行きたいって言って、なんでよ姉さんって言ったら、もう姉さん返事をしないわけですよ。それでその子もまた連れて父親のそばに置いて、それでも弾の音はしますよ、あっちでもこっちでも。ひょっとしたらお母がやられたんじゃないかね、弟がやられたんじゃないかねって不安の中で、夜が来て、もう姉さんと二人になって、他の人たちもどこにいたかもいないわけですよね。姉さんってどうせ私たち二人になってしまってね、こんなじゃこれ生きられないから、私たちも海に入って死のうよって言ったら、姉さんはもう二三日は待とうであったわけ。弟が生きて帰れよって言ってたでしょうと、だからもう二三日を待とうよって言うから、そうするねって言って、昼はじっとして、夜になったら姉さんを連れてあちこちこう歩くけれど、今考えたらアダンの下から歩いているもんですからね、夜遠くいっぱい歩いているような感じだけど、今考えるとそちっとも前には進んでないわけですね。それでもうどうしようもないと、この裁判には私たち2人しか残ってないから、もう海にから入って種類以外にはないよ姉さん。それで海に私が先に入って、姉さん後ろから寄ってきたんですけれど、遠浅だもんだから行くに従って波をかぶるわけですね。もろに波をかぶったら、水も飲んでないよね、この塩水っていうの苦しいし、死ぬって言って入ったんだけど、姉さんここは深い、あっちにこっちにって言いながら、また東の方から沈んできて、その頃からはもうあんまり飛行機だけがこう飛ぶんであって、あんまり弾っていうのを落としてないわけですよ。で明るくなってる飛行機に見られたらやられるから、いやまた岸に登ろうって、ほんで岸の方に登っていって、そのアダンの下をこう下同士をこう通って歩いていたら、ちょうどそこら辺で避難してる人たちに会って、その下に効果あるからそこ行きなさいということで、そこにそれでも弾はみんなあちこちで撃っているんですよ。撃っている中で私もスイカ取りに行って、行ってあっちから4時頃からもう伏せたまま、暗くなるまでも弾は私の方に来るんだけど、今もやられる今もやられるしながら、幸い私には当たらない。その間の今度銀杯、真っ黒ですよ、私の体に傷ついてますでしょ、もう動いたら大変だってね。暗くなるまで、暗くなるってよりかはしばらくして音が絶えて、もう3時間ぐらいやられてますよ、こんな弾。こうしてみたらね、この兵隊が2人のが去っていくのが見えて、それでも膝がたがたしてしばらく動けないわけね。でようやくゆっくり上がってゴーのそばに行ったら、もう私亡くなったものと思って、うちもうそこ周囲の人は泣いてるわけです。でも助かったからって言ってやったら、その明くる日、出てこい出てこいと、戦争は終わりました、出てきなさいって言うけれど、みんなそれ納得しないわけですよ、友軍が来るって言って、あと何分間に出てこないと火炎放射器で焼きますよっていうあれも来ているけれど、姉さんをその下の方に行かして、姉さんずっと下行っておきなさいよって言ってやったら、降りてきたアメリカンが、私そのアメリカンの股をくぐって下に逃げてね、そしたらそこに手榴弾投げたと思うんですよ。何名かそこで亡くなりましたから、その日でその人たちは出て行ったわけ。私たちはずっと奥にいるもんだから、私たちはそのままになったら、あくる日この人たちが出て行ってキャンプで報告するわけですね。あんた方がいたところにいたかとか、で兵隊がいたかとかって聞いて、
それで私の恩師を先頭にアメリカ兵から2世連れて私を呼びに、その時すでにもう7月の5日に戦争終わってるっていう、サイパンを上陸して15日にも集結していたらしいんですが、私たち8月の14、5日までこのあちこち逃げ回ってこの壕の中にいたのを先生が迎えに来て、盛んに私の名前を呼ぶもんですから、こんな北の方に私知ってる人いないはずだけどと思ってこうしてしゃがんでみたらいるんですよ。あれ先生って言ったら、あい生きてた元気だったかと、出なさいって言うから、私は母をもう弟も散らばってしまっていないので、母を探す間はどこにも行きませんって言ったら、弟は自分が今預かっているので今日は姉さんも連れてくるからねって言って来たので、一応かキャンプに行こうって、その時までキャンプっていうの名前も分かりませんよね、1000名ぐらいいると、でそこで学校も教えてるからって、でお母さんはって言ったら、お母さんはまだ見てないと、うん、お母さんがいないんだったら私はお母さん探してからじゃないと山から出ないって言って、やったら、どうして先生ここ分かったんですかって言ったら、昨日出て行った人たちからの報告であんたちを連れに来たんだ、だからもしお母さんに会えなくてあれだったらここに返すから、またここの山に連れてくるから帰ろうっていうことで、その時に最後の16名でした。出たら、外に出たらすぐ周囲アメリカの兵隊にこう巻かれて、2世からなんやかんやで、でそこで身体検査みたいなものをされてね、キャンプの中に帰りました。だからキャンプの中に帰ってもただ途端でお家を作っただけ、下は砂の上ですよ。そこに半年1ヶ月近くそこにいて、食事もおにぎり朝の10時頃に1つ、夕方の10時頃6時から7時の時にこの1つで、このご飯がもし食べれないとかでね、捨てたりしたのを見られたら食事も止められるよっていうふうな、そういう中からもう本当に嫌な、もう言えばもう話せばもう筆舌にも尽くせない、そういう思いもしましたけれど、この戦争っていうのは基地のないところには絶対弾は落としません。その向かいにテニアンって小さな島があって、そこは兵団なんですよ。飛行場はそこになかった。でサイパンに飛行場があったゆえにね、今度はサイパンを上陸してから後からテニアンは撃ってるわけです、弾を。ほんでそこに米軍が飛行場を作って、そこから広島長崎への核爆弾を持って行って、で私なんかが来て10月頃です、昭和19年の10月、十字空襲っていうのその頃でしょ。言う沖縄東京って聞くわけですね。ここ岩手沖縄って沖縄ボーン、沖縄ボーンって言ってね、だからサイパンから沖縄にも弾は飛んできてるわけ。広島長崎はテニアンからこの爆撃が、あれも飛行場はアメリカが作った飛行場なんですよ。だから私が今辺野古にも頑張っていて作らせないっていうのも、基地のないところに絶対弾は落としません。私たちはその経験もして引き上げてきてるんですから。だから寒い沖縄に、あそこは常夏で年から年中夏なんですよね。そこから夏姿で帰ってきて、寒い思いも本当しました沖縄で。だけどそんなこんなしながらも、私は一日たりとも軍作業もでない、アメリカのものを食べないっていうことでね、軍作業っていうのも一日も出たことないんです。ところが帰ってきて母と一緒にいろんな思いを得て、15、6年経って、15、6年頃からはようやく沖縄にいらっしゃる皆さんのように、こういったつけるものとか履物も十分にありましたので、今沖縄のみんな若い人たちが頑張って贅沢しないでやればね、日本の今の日本の政治のやり方頼らなくても沖縄独立できるんじゃないかなと。長いこの
経験からして私はそう思うんですよ。私たちはもう軍国主義の中で欲しがりません。勝つまではね、贅沢は敵っていう中でアルミの弁当箱までも教室で、私はもうその頃本当に軍国少女で慰問袋も作って送る、いろんなものもやりまして、でこの弁当箱も教室するって言ったら、うちの母はあんた弁当持ったさんよって言うから、バナナの葉っぱがたくさんあるんですよね、だからバナナの葉っぱで私は弁当を持つからって言ったら、じゃああんた毎日朝自分で新しいバナナの葉っぱを切ってきて弁当詰めれよってね。それで私はその大事なアルミの弁当箱までも教室したんですけど、負けましたよね、いろんなことをやって。だから今日本の その安倍総理は戦争に向けてのあれを一生懸命やりつつありますよ、皆さんね、若い人たち。だから今のこの情勢では夫婦とも共稼ぎしないと生活が成り立っていきませんでしょう。自衛隊反対とも言いながら、これも生活のため、私の孫の婿も自衛隊に行ってます。それから今度また三男の息子も自衛隊行くっていうから、重々この戦争のあれをあそこで何を教えられるかは分からんけれど、しっかりとこの戦争の怖さっていうのをね、分かりなさいよって。私足の怪我はね、今だに神経なくて、火つけても痛くないです。水ぶくれはしますけど、ここはまあ飛行機のあれでやられたのはここからの傷でこれ完全に治ってますけどね、そんなこんなでこの戦争っていうのは子供、年寄り、女の人たちが大変なんですよ。だから昔の人どういう意味か、稲子戦の幸梅っていう話も聞いてますけどね、戦の幸梅っていうのは戦争させてはいけないとね、止めるっていうような言い分じゃないかねって言って、私はいいように解釈もしていますけれど、サイパンでそういうふうにやってるから、このアメリカの人もここはほら遊軍の人たちは民間人と一緒にやってないから、別に危害はないわけですよ。遊軍の人と一緒にいて迎えに来てるからって行こうものなら、後ろから今度遊軍が撃つんですよね、この情報が知れるからって。でキャンプの中でこう来た人で火災っていう人がね、家一新聞も読む人がもう完全に負けてるって、キャンプの中で行ったために山から出てきて、この殺されたのもキャンプの中に来てよ、そういういきさつもありまして、アメリカかぶれしてるって言ってね、私たちキャンプの中にいてもそういう話もできないくらいで、引き上げて中城湾に来てまでも戦争は勝っているんだと。というの西原のね、製糖工場の跡だったと思います。あそこだけが電気ついてるんですよ。中城湾に夜ついていますからね、 LST できて、あんなに電気コラコラソウルムの戦馬か調査と、そういう話までも、沖縄に上陸してまでも私なんかそういう気持ちで3ヶ月山の中をさまよいながら、それでもその先生が連れに来なかったら私たちはまだ出てない、ひょっとしてあそこで亡くなってたかも分かりませんけれど、だから それほど戦争のむごたす辛さ怖さっていうのはね、今の若い子たちは想像もできないと思うんですね。だから私たちも年も取って、やがて私もあちらの方にが近くなってますので、皆さんここにも若い方々いらっしゃるけれど、戦争だけはないように、そしてできるだけこの社会のね、そうでないものには頑張って、正しい生き方、もう女の昔は女はその政治とかそういったものにタッチもするなっていう時期もありましたけれど、これからもう政治のことも、特に琉球のね生い立ち歴史を子どもたちにも紐解いて聞かせながら、沖縄の人の血もぐくる、どこにも、ま、負けないぐらいの沖縄の人たちはいい気持ちを持っているんですよね。だからそういうことでもう恥ずかしいながら言えばキリがない、それどころじゃない、本当に戦争での
石の身から私は崖のそばからまでやがて落ちるようなところまでこう逃げていますからね、あの戦が来たらあの あそこではその内地の方々にも沖縄の人はまず標準語ができない、それと学問がないって言ってとってもいじめられて、島民と一緒にね、こううちなんちゅう島民がいるところと島民と仲が良かったんですよ。だから私なんかもその島民との親しさがあって、あの仲良くその島民とも付き合ってきましたけどね、あの泣いちゃってて、内容でも大和んちゅうはねこう下げ住んではいましたけれど、うちの父は絶対大和んちゅうって言うんだよと、人に悪いように言ったら自分にそれ跳ね返るからっていうことで、だから今でも大和中っていうふうにうちの子供たちには言ったら、うちのその三男がなんで買おうかってみんな泣いちゃう泣いちゃうするから、なんでおうかは大和中って言えっていうかっていうから、これ敬語、相手に対してはね大和中って言ったらねいい言葉でしょっていうふうにして、私は子供たち38の年から男3名女3名を一人で育て上げて今がありますのでね、絶対にこの戦争、そして若い人たちはその本採用されたない社会保険もかけられたないようなところに臨時で働いていらっしゃる方々もいらっしゃるでしょうけれど、それも戦争に比べたら何でもないです。頑張って勝ち抜いてください。もうこれでたわいもない話ではありますけど、これでも締めくくらせてください。ありがとうございました。横田さん、とても貴重な体験を話していただきありがとうございます。